ソフトバンクホークスプロテクトモレ予想。投手10名武田、尾形、杉山、松本、木村、長谷川、大野、笠谷、木村、田上。捕手5名牧原、谷川原、海野、吉田、渡辺。内野手4名川瀬、リチャード、野村大樹、河原田。外野手3名正木、生見、笹川。正木は漏れないやろ、漏れてたら取りそう。中村明説唱えてるところもあるな。中村明明日ホークスキャラバンでトークショーするやろ。ミネイと風間プロテクトするんか。中田とか西尾を支配下させたいやろうし、河原田とか見積もりあたりが一番外れそう。三森の方が漏れると思うわ。谷川原はないと思う。今の立ち位置なら王のプロテクトして風間は外れるやろう。吉田健吾は渡辺と仲良いんだよな。山川の代わりにリチャード来たら笑うわ。リチャード、ワイも細川みたいになれるやろか。去年のジャスティスみたいにそこそこ使えるようになればいいけどな。セーブは選ぶの下手だから。中継ぎか外野いなかったら金銭。宮川トレードで出し足しとるなら投手優先っぽい。若いの言ってほしいね。年寄り取るなら金銭の方がなんぼかましような。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。